皆さんこんにちは。バナマルマーケットで有名な女優である岡江久美子さん。今回は岡江久美子さんの印がずっと隠されていた本当の理由と、夫を大和田漠が踏んどした納得できなかった一言について紹介します。まずは岡江久美子の履歴とプロフィールから紹介します。岡江久美子は日本の女優、タレント、司会者、朝の情報番組はナマルマーケットの司会などで親しまれた女優の岡江久美子さんが2020年4月23日午前5時20分、新型コロナウイルスによる肺炎のため東京都内の病院で死去した。63歳だった。告別式は未定で、後日お別れの会を開く予定という。所属事務所によると、岡江さんは3日に発熱、様子を見るように言われ自宅で療養していたが、6日朝に容体が急変し東京都内の大学病院に入院した。集中治療室で人工呼吸器を装着するなどして治療を続け、その後 PCR 検査で新型コロナウイルスの感染が判明していた。岡江さんは2019年末初期の乳がんで手術し、今年1月末から2月半ばまで放射線治療を行った。所属事務所では免疫力が低下していたとしている。東京都出身、1975年にドラマでデビューし、その後 NHK のクイズ番組連想ゲー無に出演、ドラマ10まで届けシリーズで母親役を務めたほか、タレントの薬丸裕秀さんと共にはナマルマーケットの司会を1996年から約18年間務め、知性を感じさせる朗らかな人柄で愛された。夫の大和田漠さんと長女の美穂さんは共に俳優、外出を自粛し現在は症状が出ていないという。今はただ残念で信じがたく、悔しくて悔しくて他は何も考えられない状態です。コロナウイルスは大変恐ろしいです。どうかくれぐれもお気をつけくださいと連名でコメントを発表した。大野真嗣眼研有名病院乳腺センター長は、早期の乳がん手術後に行う放射線治療が新型コロナウイルス感染症の重症化を招くという科学的根拠は現時点ではなく考えにくいと指摘。不安な乳がん患者は治療を勝手に中断せず、まずは主治医に相談してほしいと呼びかけている。2020年4月24日岡江久美子さんの訃報から一夜明け、大和田漠さんと久美子さんの東京世田谷区とどろきの自宅へ岡江さんのお骨が届けられました。大和田漠さんの自宅前には、漠さんが自宅から出てくる姿を捉えようと報道陣が詰めかけていました。本来であればそっとしておいてほしいはずの大和田漠さんでしたが、自ら報道陣の前に歩み出てコメントを発表されました。すみません、こんな形でしか対応できないことを申し訳なく思います。久美子は今帰ってまいりました。こんな形の帰宅は本当に残念で悔しくて悲しいです。どうか皆さんもくれぐれもお気をつけください。それが残された家族の願いです。ご苦労様でした。ありがとうございます。静かに送りたいと思います。この日大和田漠さんの報道陣への対応は予定にはありませんでしたが、関係者によればこの行動には漠さんのある思いが込められていたということです。岡江さんは17年間にわたって情報番組はナマルマーケットの MC をやってきました。漠さんもそうでしたし、やはり俳優といえどもテレビ業界で生きてきたという思いはある。だからこそ報道陣に向けてというより、テレビカメラの向こうにいるお茶の間の視聴者に、これまで岡江さんを応援してもらった感謝の気持ちを伝えようと思ったようです。大和田漠さんはテレビ画面の向こうにいる岡江久美子さんのファンに向けて、しっかりと感謝の気持ちを伝えたいとの思いから、辛い思いをこらえてあえてコメントを残されたということでした。また岡江久美子さんならば絶対に皆さんもくれぐれもお気をつけてくださいとのコメントを視聴者に送ったはずだとして、情報の発信者としての岡江久美子さんの最後の仕事を全うさせたいとの強い思いも込められていたのだそうです。大和田漠さんの新型コロナウイルスの感染拡大を一刻も早く収束させたいという強い思いが伝わってきます。またネット上で自宅の場所は東京都世田谷区小山台と噂されていましたが、実際は隣町の世田谷区とどろきであったことがメディアで報道された自宅の画像から判明しています。
大和田漠さんと妻岡江久美子さんの最後の日々についても見ていきます。岡江久美子さんは2020年4月3日に身体に異変を感じ、2019年12月の末に乳がんの手術を受け、翌年1月から2月にかけて放射線治療を受けていた岡江さんは、念のために自宅近くの CT 検査専門のクリニックを訪れ検査したところ、肺に新型コロナによる肺炎特徴がある影がうっすらと見つかったそうです。岡江久美子さんはその時点では発熱がなかったため自宅へ帰って様子を見ることになったそうなのですが、その日の夜になって発熱。この時大和田漠さんは出演舞台シング A ソングの地方公演の最中でしたが、新型コロナの影響で4月5日の公演が中止になり、漠さんは急いで帰宅します。しかしその日の夜に岡江久美子さんの容態が急変します。大和田漠さんは岡江久美子さんの主治医に電話し、この主治医の方の奔走でなんとか搬送先の病院が見つかり、岡江久美子さんは4月6日に都内の大学病院に緊急搬送され、そのまま入院することになりました。この時岡江久美子さんには会話ができる状態だったのですが、大和田漠さんとの最後の会話はその日 ICU へ運び込まれるまでの LINE でのやり取りが最後になってしまいました。大和田漠さんは岡江久美子さんが ICU に入った後は担当医からメールで病状を聞くことしかできず、夜眠る時もベッドの中で携帯電話を握りしめるようにし、常に病院と連絡を取り続けていたのだそうです。そんな大和田漠さんの祈りもついに届かず、4月23日早朝に岡江久美子さんは息を引き取りました。最愛の妻の最後に立ち会うこともできず、たった一人自宅で訃報を聞いた大和田漠さんの気持ちを想像すると胸が痛みます。大和田漠さんと嫁岡江久美子さんの夫婦はおしどり夫婦として有名でした。ここでは大和田漠さんと岡江久美子さんの馴れ初めや結婚生活についても改めて振り返りたいと思います。大和田漠さんと嫁岡江久美子さんの結婚は1983年、馴れ始めは NHK で放送されていたクイズ番組連想ゲームでの共演だったそうです。同番組の関係者ら大人数で食事に行った際、全員の靴をきちんと揃えている岡江久美子さんの姿に漠さんが好意を抱き、それがきっかけになって交際に発展したようです。お二人が出会った番組である NHK の連想ゲームの関係者で大人数で食事に行ったことがあったそうです。座敷に上がるお店だったそうなのですが、その時最後に上がる岡江さんを漠さんが見ていたら、全員の靴をきちんと揃えていたそうです。その姿にいい子だなと思ったそうなんですね。大和田漠さんと岡江久美子さんの2人は仲良し夫婦としてファンや関係者の間では有名でした。岡江久美子さんは大和田漠さんのことを漠ちゃんと呼んでいたそうで、仲の良い友達夫婦という印象だったそうです。夫婦揃って明るく話し好きな性格で、いつも会話の途切れない賑やかな家庭だったとのこと。岡江久美子さんは結婚した当初和気あいあいの友達夫婦を理想の夫婦に挙げており、まさにその通りの夫婦関係を2人は築き上げていました。2013年には理想の夫婦に贈られるいい夫婦パートナーオブザイヤー2013にも選ばれています。この賞は一般からも推薦を集める賞で、一般からの推薦には裏表のない明るいカップル、熟年夫婦のお手本、お互いを尊重しながら助け合っているといったものでした。最愛の妻岡江久美子さんを亡くした大和田漠さんはその後、新型コロナウイルスに自分が感染しているリスクを考慮し、自宅で一人生活されていると報じられています。漠は岡江さんと暮らした自宅で一人で生活。事務所関係者は当初漠は濃厚接触者ではないとしていたが、周囲によると医師と話し合った結果、漠自身は濃厚接触者ではないとは言い切れないとの認識。万が一うつしてしまっては取り返しがつかないと、当面人と接触しないつもりだった。責任感の強い大和田漠さんらしい行動です。非常に辛い心境だと思われ心配ですが、大和田漠さんが再び元気な姿を見せてくれる日を待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。